からくれろ。この世はすべてからくりよ。からくりからくるからくれろ。からくりズムでよよいのよい。よーい。拙者もからくりですけれど。からくり侍。拙者。拙者は。しかし。叫んだ。引っ込め。いや、江戸静岡説というのは。何が江戸静岡説だよ。江戸は東京に決まってんだろう。見たのか。東京に江戸があったの見たのか。今に見ておれ。ここが静岡だ。どうだ、江戸の香りがするだろう。そうですね。なんか臭い。それは私のおならだ。皆さん、江戸っ子だよ。やはり粋だろ。そうですね。粋って。あ、でもなんかいいところっていうか、一緒に来れて。ボタボタすんな。江戸っ子は気分短いんだ。はい。ここ静岡で江戸静岡説の証拠を見つけて、私が正しかったことを証明するんだ。すいません。ねえ、どうでもいいけど、静岡来て芸能界に遠くなること本当にないの？ないよ。だって江戸だよ。むしろ近いよ。先生、僕たちの心境こっちみたいです。今喋ってる。すいません。あの、ん、宮子さん、やっぱりアイドルになっちゃうんですか？なんで？いや、お父さんさ、あの、そうですけど。お父さん、静岡来てから部屋にこもりっぱなしだけど、何やってんの？ああ、お父さん、知りません。っていうか、大体なんでお父さん弟子になったの？ドキ。だって、卓球やってたんでしょ？いや、水球です。水球っていうのは。どっちでもいいわよ。よくないです。いいです。なんで弟子になったの？それは美和子さん、僕はあなたを一目見た時からずっと。見ろ。これがからくり侍拙者ワンだ。これがって言われても初めて聞いたし。初めて言ったし、ご挨拶しなさい。拙者、からくり侍拙者ワンでござる。バカ？説明しよう。からくり侍拙者ワンとは、和時計の開祖といわれる津田助左衛門が徳川家康の時計を修理した際、家康を守るために作ったといわれる江戸時代の戦闘マシーンである。穴下教授が偶然その設計図を発見し、現代によみがえらせたのだ。人形、人じゃないんだ。これに乗ってた。え、でもこれ喋りましたよ。え、だってからくりでしょ。そうだよ、からくりだもん。喋るよそりゃ。そうなんだ。強いの？強いぞ。こいつがいたらどんな時が来ても安心だ。風。え、やだ、窓閉めてんのに。いや、そういうことじゃなくて、すごい。風？見たことないのか。すごいけど、部屋に入ってくる前にやってほしい。何が？拙者が今、顔。顔？それより、この話はもういいのか。あ、すいません。ところで、これ先生を守るんですよね。そうだよ。具体的に、先生の敵っていうのは。敵？そりゃあ、いないじゃん、敵なんて。どうすんのこれ。
ただ置いとくといっても維持費とか。働かざる者食うべからず。カラクリオ君。いや、拙者はカラクリ侍拙者いかにも拙者がカラクリオでござる。あ、カラ君ね。でカラ君はこういう店で働いたことは。親父、気は確かか。武士を見損なうな。あ、そうだった。今は人間の武士。武士、寝ぼけるな。まあまあいいや。で、週に何回ぐらい来れるのかな。江戸といえばそばだ。清見そばはラーメンがうまいんだ。へえ。あの、すいません、携帯貸してもらってもいいですか。なんで。すいません、携帯落としちゃったみたいなんで、誰か拾ってくれてないかかけてみようと思って。そばじゃないんだぞ。電池だってかかるし。すいません。ラーメン。あ、もしもし。もしもし。はい。ああ、よかった、出てくれて。え、すいません、それ俺の携帯なんすよ。どれ。あ、あれ君の携帯か。使わせてもらったよ。え、拙者マンの電源にした。ゼンマイより電池の方がかっこいいからな。つまり江戸の電池と現代の電池の合体だ。なあ。じゃあいいよ、来れる日だけで。そんな言わなくても。説明しよう。アナヒサはセッシャー1の電源として携帯電話を埋め込んだのだ。そしてそれは依然として携帯電話としても使えるのだ。あ、須村君。はい。彼、今日から入るからいろいろ教えてあげて。須村柊ですな、よろしくな。うん。いらっしゃいませな。清見そばラーメンがうまいんだ。じゃあ私、あの、ラーメンって何ですか。新商品の縁結びのラーメンな。縁結び。へー、ロマンチック。今出て行ったのもうちの女房で、お客さんとつながっちゃってな。じゃあ僕ラーメン。私も。あの、これって金子信明ともつながりますか。金子信明、ミュージシャン。ご縁があればな。じゃあ私もラーメン。はい、ラーメン三丁な。おいしい。つわくんとか。おかわり。あ、すいません、すいません。ちょっとオーダーお願い。いや、拙者はオーダーではなく。オーダー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 。あ、僕おでん定食。私海坊主丼。拙者はカラクリオでござる。ごめん。変な名前。